なるんですか、リスナー。コメントなくなっちゃうからやめてください。女性率 82% でやらせていただく。うわうわすごい。なんかやっぱ人気性だからさ、当時は、当時は今もだけど、当時は。はい、使えねえんだ。あ、そっか。なるほど、そうか。服的、洋服的には地雷系の黒みが一番好きだったから黒みにした、うん、黒みめっちゃ可愛かった。欲しいわ、普通に。あとジャンタク欲しい、黒みの。ね、ね、ねえ、ジャンタクもあるんだ。うん、わあ、いやでもね、いいね、長尾くんいいね、寄り添ってくれるんだ、ちゃんとジャンタクの黒み可愛いねって。え、俺普通の黒み好きなんだよな、うん、あー、そうなんだ。いやなんかこの話しょっちゅうしてる。ファン喜ぶよ。 USJ のさ、マイメロンライブみたいなのがあって、うんうん、あ、見た見た、それ黒みライブか、黒みちゃんのライブ、うん、あれのね、マイメロが頭おかしくて好きなんだよな。あ、そうそうそう、黒みのライブなのに、そう、なんか黒みのライブなのに、あの、勝手に瀬戸に帰るわ。黒みちゃん、黒みちゃんがいいと思うな、マイメロは。そう、マジあれでファンになりました。あいいなぁ、なおくサンリオ好きなんだ。いや、俺あんまり知らなかったけど、うん、あのライブからちょいちょい見るようになった。わー、なるほどね。これがバルツが女の子人気な理由です。あ、生々しい。ちゃんとね、ちゃんと女の子の話題にも興味を示してちゃんと抑えてる。女性率 82% でやらせていただく。うわー、すごい、すごいですね。ライブも疲れ様で、本当に抑えてるなって言われてる。しっかりね、トレンドを抑えて、女の子の、うん、好きそう、女好きそうやな、これ、って女やめて。うわなんだ、こういう時の長尾くんのコメントなんてどういう雰囲気になるんだろう。いや、もうなんか、あ、やっぱ草なんだ。草が多いな。ダメだよ、怒んないと。女じゃない。誰が女や。あ、そっか、女の蝶でしょって。女の蝶ひどい。お姫様なんだから、女の蝶は。みんな、ああ、そっか、女の蝶はお姫様なんだ。そう、女じゃダメ、女の蝶。気をつけます、これから女の蝶って呼ぼうと思います。初めて聞きましたけど。そんなこと言っちゃったら、ね、キー様のプレッシャーになる。最初だけだから、そんな。最初だけ。あの頃の可愛かったリスナーはもういないんだから。何ですか、長尾くんのリスナーがもう可愛くないみたいな。いやー、まあねー、うん、可愛くなくなるんですか、リスナー。コメントなくなっちゃうからやめとこうかな。言及を控えさせていただきますなの。言及を控えさせていただきます。はい、いや、Lのリスナーいつまでも可愛いよ。キー様何ファンネーム。ファンネームないんですけど、私はお客さんって呼んでますね、うん、あー、なるほど、いいね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 、お客さんか。俺らってダサいよね、ファンネーム。よくないですか、でも団結力ありそう、うん、あ、ほんと。でも、エル、うん、島村のアパレルコラボでさ、ズボンの裾に俺らってローマ字で書かれてるの見てさ、ごめんみんなって思ったんだよ。帰れなかったんだよね、それだけ。エルに帰れませんかって相談したんだけど。おもろ。俺いいじゃん、俺ら。俺らローマ字はまずいって。ってだって、エルも着るのに。自分で着たくないってこと、俺ら。俺ら刻まれるの嫌なの。だってね、でもそれだったら明朝体で俺らって書いてほしい、漢字で。俺ら可愛くないってこと。うん、俺らって名前はちょっと変えたい。やり直し企画みたいなないかなと思って、二次三次で何かやり残したことないですかみたいな。古めにデビューした人。いいな、え、俺らやり直したい。俺らやり直したい。長くない？俺もね、うん、あの一個あるよ、実は。え、うん、うん、あのさ、こんまぶし謎じゃない。あ、うん、何なの、まあ、あれ何なの。なんだ。何あれ、こんまぶし。あの、挨拶、長尾くん、謎じゃない、うん、なんかその場のノリで決めちゃった、うん、
ったよね、あれ、あんまり。いや、あるよね、その場の。なんならいる身長もその場のノリで決めちゃったから。身長も。え、何それ、身長その場のノリで決めるとかあるんだ。あの、ベローンさんが、エルちゃんの身長何センチなんて言って、なんか、170ってなんて、なんかすごいでしょみたいな感じで、170って言ったら、もうそのままになっちゃった。いや、それでも俺はアキンボを持つ。やっぱさ、練習だよね。ピースキーパーとかもそうだったもん。当たんないとか言ってそうね、やっぱ持つことが大事なんだわ、当たんなくても。練習ですね。え、いいよ全然、キー様、私のゴールドランクを練習に使うんじゃないわよ。練習なら訓練所でできるでしょうって言ったっていい。全然、まあでもね、エリさんにそこまで強く当たる日が来るのか。うん、でも当たってほしい。もう新人なのに。でも未来見えるけどな。エリさん微妙にハードル高そう。エリさんなんか絶妙なんだよな。絶妙。なるほどなるほど。俺ですらどこまでいついけるんだろうかみたいな感じだったもん。嘘つけよ。そんな探ってるようなあれじゃなかった。いやちゃんと探ってたエルさんは。あれで？どれぐらい殴っていいんだろうこの人。ブリ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 。それ殴った後に思ってない？大丈夫だったかな。その説はあるかも。やりすぎちゃったかな。やりすぎちゃったかなこれって。そうなのか。なんか実は怒ってるんじゃないかみたいに勘ぐっちゃう系ってこと？エルが。いや、まあそれもそうだし、うん、なんかさ、それもそうなの。なんかやっぱ一期生だからさ、うん、当時は今もだけど。当時は。あれ、なんか変わった？なんか、リスナー大丈夫かなこれって、俺こんな殴って大丈夫かみたいな。あー、なるほどなるほど。いや、わかる、でもリスナーさんのとかいうのはわかるかもしれない。なんか、客観視して、誰、どっちのリスナーがとかじゃなくて、なんか失礼だろうみたいなね。なんならこっちのリスナーにも言われる可能性あったから、一期生だぞって。え、でも昔より結構なんか、マイルドになったよね、リスナーさんも。なんか全体的にマイルドになった。そんなバチバチな時期があったんじゃよ。プロレス慣れしてきたよな、リスナー。そうそうそう。なにあいつ。もう。え、でもパン食おうかな。まだあんのかい、パン。パンいっぱいあるよ。多すぎやろ。そんな買ったんだ。何パン？チョコパンのミニサイズなのやつ一斤買ったんだよ。ミニサイズを一斤と、コーンとメロンパンと。ドーナツ2個。おお。でも食パンは冷凍したらいけるかなって思って。エルさん家族とか。うん。だから言ったじゃん最初に1000円分パン。これ食べたいなで買っちゃった。一人。もうなんか一斤の時点でさ。うん。でもさ食パンって一斤買いたくならん。まあそっか、まあなるか、いけない。私冷凍したら意外と持つんだよ。え、冷凍した後どうやって食べるんですか？普通にね、オーブントーストで焼いたら解凍できる。そうなんだ。